はい、というわけでどうも皆さんこんばんは、ワトソンでございます。それでは今週もチキンポリスポイントトレッド続きやっていきましょう。あ、もう生きるんだ。じゃあ行きましょうか。精神病院、マジかよ。いいことは期待しなかったが、これはまるでホラー映画だ。ちょうど同じことを考えたところ、顔見えない、いや、せーの、神々にかけて。こんにちは、お嬢さん。どうぞ、どうぞ。この施設はガランとしてるね。何ミリぐらい働いてるの？患者は32人。私を入れて看護婦は7匹いるわ。管理と清掃を担当するスタッフは3匹。そして施設の中心に住むドクター・ケサルよ。なるほど。ドクター・ケサル委員長は今もいる？その通り。ウェスラーさんといつ話せるかな？ドクター・ケサルに聞いてみるわ。待っててね。あ、いるの？ケサルがお二人にお会いするってオフィスで待ってるわ。階段を上がって廊下を直進して最後のドアの部屋よ。ウェスラーの名前いただけで全てのドアが開く。やせの神々よ。どうか彼をお守りください。ラッキーですね。どうぞ座ってください、お二人さん。どのようなご意見でしょうか？あなたのある患者について質問させてもらってもいいですか？それと、彼と直接話がしたい。もう少し詳しく説明してくれ、カイさん。アルバート・ウェスラーについてご存知ならしています。イブン・ウェスラーの秘密の双子。残念ながら、アルバートさんは行方不明になりまして、そして君たちは刑事さんだ。話さない理由がないでしょ？もちろん、お役に立つようであれば、いつ患者になったか？アルバートとホバート、あなたたちはイブンと呼んでいますが、その兄弟はちょうど4年前にやってきました。怖がっていましたか？そうは思いません。彼はこの施設に自発的に入所したかっていうような印象でした。まるでここに閉じ込められるのが待ちきれない様子でした。一人で閉じ込められて沈黙と暗闇に包まれることが。へぇ。アルバートには特定の症状がありました。入院してからすぐ非常に寒い夜の発覚さんです。その放送の期間中、彼の性格が歪んでしまった。ほとんど別の誰かになってしまった。認識的なことに。もう、やっぱ二重人格。この種の発作は最初から起きていましたか？メダランドさん。そして彼が初めてこの施設を出て行ってからその症状が悪化しました。メダランドさん。アルバートは何度も施設から外出し、そして最後に出て行った後は二度と帰ってきませんでした。こういった外出の目的は？ウェスラーはある絵画を描くことに取り組んでいたんですよ、ウェスラーさん。アルバートは絵画を描き続けるために何度も施設から出てたんですね。その通りです、ペダランさん。帰ってくるたび彼はまるで別のようでした。残念ながら彼の発作はまた急激に頻度が増し、より危険になりましたが、アルバートは自傷行為を行い、時に私は傷つけようとしました。絵画がその原因となった可能性は？絵画そのものではありませんよ、ペダランさん。そのモデルですね。ことです。彼は最後に持ってくることになった、あの運命の日まで。カードに心を奪われていましたと。ドクターはその日何が起こったんです？アルバートは強者としてきたのはホバートではなく、彼の2匹のゴリラ。文字通りはのゴリラではありませんか？そしてアルバートは本当に一人ですじゃ。どうなったんですか？その通りです。今更引き返せないですね。そう。アルバートの人は噛み切られてるんです。そして消えていたか。あ、片目潰されてた。というか片目がなくなっていました。つまり、アルバートはひどく損傷を受けて帰ってきてるんですね。そうです。そして彼らは何が起きたか説明してくれない。単なる事故だったということしか。事故の後は静かになりました。当然だと思います。心だけでなく、魂も閉じてしまった。どういう意味？あ、絵描かなくなりました。そして発散をペタッとやめました。舌と目ってやったってことはさ、喋れんくさせて、入れ替わりを分からんくさせたみたいなもんじゃないの。ドクター、知ってますよ。で、アルバートの毒を見せてくれますか？彼の部屋と呼んでください。ウェスラー氏は特別な環境で来ていました。この部屋見てもらってもいいですか？誰の迷惑になりませんから。おお、こいつは驚きだ。こんな毒は今まで一度だって見たことない。これなら、住んでもいいくらいだ。ウェスラー一族のものであるという特権はついてくるよな。すごい、本当に特別待遇。アルバートの手紙、見てみろ、手紙だ。おー、品物ゲット。お、大気分、許してくれ。アルバートはあなたにすっかり惚れ込んでた。彼女を手に入れるためにはどんな手を使うつもり？いや、実際に使ったんだろう。これについてどう考える？本質の頭が完全に狂っちまったこと以外か？通りないぜ。何かあるのか？多分、俺たちは間違ってやとずっと出てもらっていい。どういう意味だ？俺の姿が正しければ、これは事件を完全にひっくり返すとなる。どういう意味だぞ。やっとそこでパズルのピース取れる。イライラせなかったら戻ろう。アトラス。信じられん。またあの2匹、また奴らは始末するんだ。俺の車も、そう長くは持たない。任しとけ、サリン。俺は、このために生まれたんだ。めんどくさいんだよな、これ。何したら正解かわかんねえな。はい、終わり。こんなだな、しつこいな、あいつらも。今のは、危なかったぜ。本当にギリギリすぎるな。俺たちが生きている限り、奴は終われるということを知っているんだ。何分かったんだ、さっそく俺に教えてよ。そうだな、パズルのピースを一つ一つ継ぎ合わせよう。ナタアサに惚れた。そしてある夜に、奴はイブンを殺して入れ替わって、ナタアサの心を我が物にしようとしたと。だよね、やっぱり。入れ替わったよね、やっぱり。それで、どうするんだ？やるべきことはやるさ、マーティー。ウェスラーの邸宅に行って、イブンに実をつけてやる。アルバートってことだよね。ああ、その時だ。もちろん、ナタアサにもな。アルバートはナタアサに惚れ込んで、彼女を自分のものにしようとした。そして、一番の方法は、双子のイブン・ウェスラーと入れ替わることだった。だから彼の人を引きちぎったんだ。そうだ、イブンは最悪でもできなかったわけだ。なんて残酷な計画を。どっちかというと、今日起きるの計画だな。でもよ、だったらなぜメッセージや脅威を使ったのか？アルバートは欲しかったものを手に入れた。しかも、見つからずに済んだのに。俺たちは心理学者じゃないが、ドクターが俺たちのことを覚えてるか、マーティ。アルバートは、重度の精神障害と分裂した性格を持っている。俺が思うに、彼の2つの性格が争っていたんだろう。それじゃあ、メッセージは嫉妬に狂っていた片方の性格が書いたってこと？こんなことだ、マーティ。だが全体の真相を知っているのは彼だけだ。なるほどな、それで行くのか？行くさ、マーティ。
始めたことを終わらせよう。それで今からウェスラーさんと対決しに行くの？他に選択しないんだろ、イス。最後まで見届けないと。お前が来たんだ。勇敢だな、二人とも。本当に感心だよ。どうやら、ウサギは何かに気づいてるな。それじゃあ、幸運になるよ。ありがとう、ルイス。俺たちが、ウロに頼る場面もあるだろうよ。他に行ける場所ないもんね。あ、でもホップドッグあるわ。わ、めっちゃある。めっちゃある。じゃあ、ホップドッグか。おい、鶏喧嘩だもん。なんだ、ジップ。その羽、無傷のままにして過ごせよ。ええ、そうするよ、ジップ。心配すんな。この隣のおっさんは、俺の方で面倒見ておくからさ。いい関係やな、本当に。いや、こっちの売店。これで、何か了解？どっか行く途中か？サニーが死に行くんだと、俺はとある事件を切りつけに。おーってことは、ウェスラー手に向かってるのか、知ってんのかーい。さすがロービーバー、鋭いな。なら、言わせてもらうが、お前さんと知り合いでよかったよ。あ、マーレンさんはやめてくれよ。なーに、ただの冗談だ。だから、ホップドッグ、マーレンに行った、ブーボー行くかじゃ。あったかいこれどうかしら？遠慮しとく、わからないさえしに来ただけなんだ。どうして？どっか旅行行くの？いや、これから街のいい場所に向かうことになっててね。タニーが死んだってさ、うるさいぞ、マーティ。そうなの？なら気をつけなさいね。それと、この前あんな風に怒鳴ってしまったこと、謝るわ。めっちゃ優しいな、マジで。ニワトリの2枚上がって、それって何しに来た？タニーが今夜、鉛中毒という嫌な死に方をする前に挨拶したいんだぞ。じゃあ、ウィスさんのとこ行くのか？ペイン後、やつの狂乱をおしまいに振る。おほー、お前たちがさらなる狂乱を呼び込むっていう可能性もあるんじゃないか？まあ、可能性は否定しないが、お前たちが勝手に死ぬのが知ったことないか？死ぬになってここに来るんじゃないぞ。扉で開けんからな。親方を呼ぶべ。どういたしましたこの草知事。一つ、アドバイスを聞いてくれるな、マーティン。もちろんだ、ブーボー、どうした？あの、エボレオッケーのこと、助けてくれ。はっは、そんなの昔からやってるさ。じゃあ、行きましょう、別になって。大きなパズルのピースは全て揃い。あとは、ただピースを繋ぎ合わせるだけだった。ナターシャは本当にただの被害者だったのか。それとも全てを知っていた？ああ、どこに行けばわかんねえな。まっすぐ進むんだ。なんと奴が金持ちのしててが、これはすごい。町の半分屋様だ、スマーティー。それから12頭以外の半分もな。今日は大きな獲物が隠れそうな予感がするで。ああ、なんて嬉しいサプライズなんだ。いや、オリビア、可愛い子じゃん。マーティン、わかるんだよ。ここから出なきゃ、触らないと。危ないもんやばいよ。彼女もね。頼むから落ち着けよ、お嬢さん。俺たちはウィスラーさんとキャッチンコに話があるんだ。本当にわかってないの？ん？あ、何もわかってない。何がわかってないんだ、オリビア。ウィスラーさん疲れてるから、こんな早い時間に駆け込む前のことないって検査に伝えようとしたんです。今の時間に眠る妨げられたとしたら、怒り心頭だわ。イブンが来てる気分転換してる間、ベザランスの幕地に待ってくれます。私が2話の相手しこうか。どう？では、ナターシャ、個人的にお話を伺いしたいのがよろしいでしょうか？マーティン？大丈夫よ、オリビア。この2は私の親しい友達なの。わかりました、キャッテンコさん。お待たせしてすみません、刑事さん方。長い夜を過ごした後の朝はかなり強くって。今、外にすみますわ。ああ、ハニー、その質問ない。デスのチキンポリスはいつだって関係さ。さあさあ入ってくださいに、ね、今とも、私の部屋で話すとしましょう。一体何を全体ブツブツと？これは、アルバート・ベスラーかナターシャにあってラブレターです。というよりは、告白ですね。彼のためなら何でもできる。どんなに恐ろしいことも。といった内容な。この手から何の証拠もならない。アルバートは来るって証拠じゃない。あいつは、そうじゃない。あいつの言葉信じないなんていない。わかったでしょ？ですが、みんなあなたのことは信じるでしょ？違いますか？あなたはアルバート・ベスラーになるんですから。あなたはホバート・イブ・ベスラー。そうですね。彼のカバーを被るのはこちらでしょう。あなたはただの安っぽい偽物だ、アルバートさん。あなたはお兄さんの霊になろうとしてもできなかった。そしてどれだけ頑張っても、ナターシャさんも手に入れることができなかった。叶わなかった。違いますか？な、今なんと？何を考えてたか、ベスラー、アルバートさん。その芝居、いつまで続けるつもりですか？旧世の最後まで続けるか、過去あったんですよ。イブンとしてなく、私として彼女は優しかった。それがどうでもよかったと。なぜ自分は、いいかと思ったんですか？気になるのはお世辞の目標。ナターシャを初めて見た時からですよ。しかし、これしか方法ないと自分を説得してありますからね。状況を知ること思うか？まあ、そうかもしれない。だから、イブンは俺の中に来ている。アルバートにも早く強い大人ですね。アルバートは残酷な異常者。だから、その残虐性を理解できません。心に決めたのはいつだった？あの運命の画家、絵画。あれを最後の一筆に書き込むとき。最後にもう一度だけ見ようと見ようとし、ナターシャを、俺の視線の思い震える彼女を見たとき、彼女に惚れたからそれだけだっていうのか？まさか、愛は単なる化学反応だよ、ミスター・フェダーと。俺の感情ははるかにそれを凌駕する。あの男に彼女を奪われることだった。だろ？彼女は一人で見せたかったんだ。いや、俺たちは欲しいんだよ、サニー。その頃、俺はすでに兄貴で待ったんだ。姉貴自身は気づいていなかったかね。震えていたのはアルバートだ。あいつは現実とのあらゆるつながりを立ててしまう、失ってしまった。つまりお前がイブンだっていうのか？いや、俺たち2匹だよ、ミスター・フェダナド。アルバートもいない。そしてイブンもいない。その2匹合わせた完璧な存在として俺がいるだけ。こういったことは恐怖から思わず言ってしまったんじゃないか、アルバート。俺もその名前で呼ぶな。呼び名がないじゃさすがに困る。なんて呼べばいい？どんな名前ならいいんだ？俺は分からない。もう俺には。イブンは彼女を愛していた。俺も彼女に憧れた。イブンは彼女を首ってあげて。俺は彼女の赤目。早いんだよ。お、撃つ？震え？なんか後ろにいるな。やってんこ？それとも自分自身？お、撃った？どっちが？どっちかか。こんな形であなたに知らせることなりすいません。それからありがとうございます。あなたがいなかったら、ええ、あなた方にオリバは死んでいたでしょう。わかっています。でも死んでください。
これでも慎重に考えて聞かれない日なんです。こんなことであんな方を巻き込んでしまってごめんなさい。それからモリーのこと、ご心配なくなさずは、あなたを手をかけることはありませんよ。お約束します。お願いです。サニー、私のことは心配なさず、好きなこと言うつもりながら、サニー、俺は彼女よりも俺たちの方が心配だよ。あ、トビー博士、あ、チキンプレート取れそう。あ、ディーム、いい加減しろ。あ、待って、今回は付き合ってるんだ。あ、どういうことです？メッセージを伸ばって、生き残ってことで横のふりしとけ。やってみますと。チキンプレートによかった。笑顔でお願いしますと。え？待って待って待って。あ、スキップしてた。あ、あなたの話はしたんだろう。どういうこと？それはご存知だと思うけど。それじゃあ、さよならさに。じゃあな、お嬢さん。あ、あなたは火を持ってないが、今日このタバコ吸いたくてずっと持ち上げてた。でも本当は必要ないんじゃない？あ、そうかもね。あ、コールミー555223。2、2、3、意味あるのかな、これ出んのかな。出たし。え、なんか待ってればなんかあんのかな。 BGM 減るってだけなの。あ、これはいいや。あ、今回はこの辺で終わります。いやー、でもなんかまあ割と古典的と言っちゃあれだけど、推理自体は簡単だったね。結構読むのが大変だったわけで、はあ、きつかった。というわけで本日はこの辺で終わります。また次週からは違うゲームをしようかなと思いますので、良ければ見に来ると楽しいです。楽しいです。嬉しいです。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また次回のライブでお会いしましょう。またね。